群馬の由美子です。こんにちは。今日は2022年5月17日です。月曜日かな。今日は群馬の前橋市のレンガの倉庫を見に来ました。行ってみよう。ここは、利根川を渡っている大渡橋の西詰、西側のところです。山丸、ここなんだろうな。今閉鎖されちゃって、どっから見たらいいかな、どっから見たらいいんでしょうか。あら、鉄格子外だからね、そんなに怖くもないけど、レンガ、これは新しいのか古いのか、崩れてるところを見ると分かりますかね。あ、大きな声で喋らないとマイクが入らないかもね。もう編集しないで、声も別で入れないでやっていこうと思うんで、瓦屋根がついている塀ですね。この何？なんかレンガの色がここが明るくてこっちが黒い、焼けたんでしょうか。なんか変な感じね。ここへこんでるところは何だろう。これは、あ、引いてみると、あ、引いてみたらよかったんだ。いや、どうしよう、外から回るんかな。もうちょっと外をぐるっと回ってみるかな。瓦屋根がついている塀ですね。いやー、なんか鉄格子はまってるのはなんだかやっぱり気持ちが悪いですね。で、なんか上に何か引っ掛けるこういうのが出てて、なんだろう、中のサッシは新しいのがついてますね。またここにこういう塀があって、なんだろう、なんでこうなってるんだろう。何この薄いレンガは何？あ、これは何、新しいのかね。あれなんか鉄がはまってるんだ、ここね。あ、ここ見えますか、ここ。もう画面がなかなか光っちゃって、自分で、あ、こうすればいいんだ。はいはい、よく見えた。で、ここはコンクリで、なんだろう、ちょっと外側、これはなんか古そうですよね。なんかこう色変わっちゃって、色が変わってるのは何かしらね。こんな感じで、なんだろう、ますよね、この塀がさ、上の方段々になってて、ただ真っ平らの塀じゃなくて凝ってますよね。ここ行こうかな、一応行ってみる。レンガの色が
違うのは何かしらね。なんかちょっとそっか、こっちぐるっと回ってみればいいのか。違うレンガじゃなくって、やっぱりこの出っ張ってる方が焼けてる感じ、焼けてるっていうかね、黒ずんでて、ね、ほら、ここ同じでしょ。これ、積み方が、名前があるんですよね。なんだっけ、フランス積みとかさ、ちょっとネットで見たけど覚えきれない。電気のケーブルがすごいのが来ているのは、ここはね、一時期ね、あのピザ屋さんがね、釜を入れてやってました。ここはよそのお家になっちゃうかな。ちょっとよそのお家っぽいので引き返します。一旦止めて、はい、戻ってきました。なんか、こんな、あれ？え、あ、これか。あ、これは別に、後で作ったやつかな。こっちがね、蔵って、レンガ倉庫っていうんですかね。あのね、ちょっとネットで調べてみましたら、これが何だったかっていうのはちょっとまだ見てないんですけど、大体群馬のこういうレンガの倉庫は、明治時代にその富岡製紙で絹を作ってね、でそれが質がいいので外国へよく売れたっていうんで、富岡からこの前橋へ持ってきたんでしょうかね。このおしゃれな扉になってるのはだからピザ屋さんとなんか居酒屋さんバーみたいのをやってた時の扉だと思います。1回か2回ピザを食べに来たこともあります。だからなんかガランドでね、これは新しいなんかレンガじゃないかな、なんかね。でこっちは古いやつの倉庫なんですよね。やっぱその富岡製紙で作ったものを、絹の糸をここへ、こういうとこ一遍保管してとか、なんかそういうのが多いみたいですね。もう大体絹関係です。このレンガ倉庫何に使ってたかって言ったら、絹を一遍置いといて、で多分そこから横浜とかへ持って行ってみたいな。でもなんでこのレンガの色って日に焼けて変わるんですかね。よくわからない。これなんだろうね、この これなんか引っ掛けるのがついてて、そこのところがこうへこんでるわけですよね。ちょっと何を引っ掛けるかっていう、上の方にずっとあるんですよ、なんか引っ掛けるのが。なんかおしゃれにしてやってたんですけどね、あんまり儲からなかったんでしょうか。これは何だろう、何これ、何これ誰かいますか。え、何これ。
なんだろうこれは。でこっちがさっき回ってきた方の壁ですね。壁、そうね、壁だよね。外側の壁、また鉄格子がはまって軒が出てて、なんでしょうね。あ、まあね、その絹を保管してたとしたら泥棒さんに入られないようにっていうことなんでしょうかね。あそこもう一つありますね。鉄格子は新しいんだろうか古いんだろうかよくわからないな。でもここをこのなんていうか、ここはあ、すごい、あ、なんか電話が、ちょっと待ってください。失礼しました。それでこのお隣なんですけど、なんか蔵がありまして、すごいボロボロになっちゃって、あ、蔵にもあのなんか引っ掛けるその金具がついてるんで、こういうもんなんですね。何を引っ掛けるんでしょうね。私こういうのよく知らないんですけどね。蔵があるってなんかすごいですよね。蔵の入り口、わあ、鉄扉です、すごいな。蔵って何入れるんですかね。あー、鉄格子がはまってる。で、古い井戸なので良い子は登らないでね。井戸だ、井戸があります。もうコンクリで蓋しちゃって、多分ね、ここね、あの山になんか書いて山賀さんっていうお家なんかな。ここね、山賀さんっていうお家がありますんで、そうだと思います。あのね、お隣のお家の人にちょっとね聞いてみました。インターホン越しでね、ちょっとすみません、古いレンガの倉庫に興味があって、こちら以前何に使われていたか教えてもらえますか。何やってらっしゃるんですかって言ったら、お酒を作って酒蔵だったんですって。だからあのなんか不審なその壺みたいのはお酒のなんか関係ですかね。お酒、あ、ごめんなさい、お酒入れてたんかもしれない。それで、あ、じゃあ眉とかそういう関係じゃないんですかって、あ、違うんです、お酒なんですって、そういうことでした。わかりました。ちょっとすごいですよ。あのね、もう蔵は分かったから帰ろうって言うんで、でちょっと違う道通ってみようと思ったら、あのね、キョロキョロしながらそしたら、この梶町公民館かなっていうのが見えて、えっと思ってね、引き返したんですよ。梶町ってでね、前橋ができて130年の記念の写真集を出すって言ってさ、
そこのところに、あれです、あの18世紀初めに推進した子どもの供養として、子育て地蔵尊を建てたっていう、でそのお祭りが盛んだったっていう話があるでしょ。で鍛冶町ってどこかなってね、もう今かそういう町の名前あるのかな、なんかねネットで調べたら合併でなんかもう違う名前になってるって話だったんですけど、だからさどこか分かんなかったのにちょっと違う道通ってみようと思ったらあったんですよ。じゃあこれをまずお参りしますかね。どうしよう、じゃあねちょっと一遍止めます。いいですか、お地蔵さん、まあお地蔵さんありがとうございます。こんな風にお地蔵さんに会えるとは思いませんでした。ありがとうございます。お参りさせてもらおう。お賽銭もちょっと待って、ちょっとストップ。では改めてね、お地蔵さんに撮影許可ももらいましたんで撮影します。ここ旧地名町屋式南、よくわかんないの、総社町だって。で現在地ここ出口の子育て地蔵だって。本陣跡蛇穴山古墳、なんか有名ですねここね。赤いダニがいっぱいいてちょっと怖い。総社城外堀跡だって。総社城、お城ってそこら中にあるのね。愛宕山古墳、宝刀山、ちょっとわからない、宝の塔の古墳、古墳がね、ごめんなさい見えてます、ごめん、カメラ外れちゃって。古墳がね群馬はものすごいあるみたいです。イエイ。そしたらここに、道祖神がこんにちは、知ってますよ私これね、おじいさんとおばあさんっていう設定になってますけど、本当は、若い男の人と女の人の神さんなんかな、だから子だから子孫繁栄のね神さんのはずですよ。これはね、あの千賀一樹先生のね「タオコード」という本を読んでね分かりましたね。男の人と女の人が結ばれて子供ができる、これがすごいんだ、これがやっぱり神の技ですよね。人を作ってるわけだからね。そうでしょう、お地蔵さん。さあお地蔵さんのね、もう今でもこうやってお参りする人がいるんですね。やっぱりあれですかね、子供さん亡くした人とかね、こういうところへいらっしゃるんでしょうね。で中にそのあれが水子なんでしょう、水子っていうのかね、その水死した子供たちの石で掘ったんですかね。でここはまたなんだか分かんない、古い石をいっぱい、仏さんなんですかね。あとね庚申塔、庚申って何なんだ、庚申塚って東京にありますよね。ここ大きい木があったんだ、それをね切っちゃったんだね、道が通るから邪魔だって。多分総社城南出口の子育て地蔵尊、慶長9から12年1604年から7年、総社領主秋元、秋元様って聞いたことある、秋元祭りとか今でもあのなんか鎧兜に馬乗ってお祭りがね盛大にあるらしい、見たことないんですけど、秋元なんだろう長友公は築城と城下町を完成させ旧城地旧城地の元総社との通路
鍛冶町、ここに古木戸を作って総社神社三市への南出口とした、あ、総社神社っていうなんか立派な神社があって、古い、由緒ある神社みたい、ものすごい大きいね、欅の木があってね、昔はねその神社の裏に池があったんだけど、今それ駐車場になってそこね潰しちゃって、でもね知ってる人に聞いたらなんかすごい感じだったんだよっていうの、すごいってどういう感じみたいな、なんか怖いっていうかすごい感じだったんだよってやっぱ見てみないとわかんないですよね、そういうの。もう今ね駐車場になっちゃった、でその総社神社に参拝する南出口としたと、五千石用水から分流する小川原堰から南流する用水で、ああ子供が水死したため供養祈祷の目的で石像地蔵尊が18世紀の初頭に増流されたと考えられている。以後子育ての地蔵として信仰が続き、地蔵盆の前日の8月23日に、あ、見えてます、あ、ごめんね、8月23日に宵祭りが行われ、市も立ち、盆踊りなど盛大な行事が恒例となった。地蔵堂の周囲には道祖神庚申と古地蔵が保存され、近世庶民信仰を知る上の貴重な文化遺産となっている。現在も地蔵尊に赤や白の頭巾、腹掛けがかけられ、子育ての信仰が続いている。平成18年3月、総社地区史跡愛存会、五千石用水から分流する小川原堰から南流する用水で子供が水死したため、供養の目的で18世紀の初頭に増流されたと考えられている、まあ、考えられているだけですからね、分かりませんよね。さあ何でもやっぱりマッドフラットにつなげたくなっちゃいますね。まあちょっと分からないけど、今日はだからすぐ今後、いや私あの総社鍛冶町の子育て地蔵尊って、鍛冶町なんて今多分ないな、どこなんかな、分かんないな、どうしようって思ってたんですよ。すごい引き寄せちゃった。ではまた。ちょっとね今お地蔵さんに話しかけてて思ったんですけど、子供が水死したっていうけどさ、大人は水死しなかったんかね、なんか変な感じがしますね。以上です。